11月21日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は木曜日ですけれども、飯田浩司アナウンサーはお休み。どういうこと。今週1週間はね、お休み取ってるんですよ。どこ行ってんのみたいな、ねということでございますが、はい、まあまあこの間私も休みましたので、そうですよ、あまり人のことは言えないのでございまして、お休みはね順番に定点観測、はい、築地4丁目場外市場、お本日の外国人 T シャツ着用率、あー、パーセンテージはごめんなさい分かりません、ええ、事実として、はい、1名いましたよ。白い T シャツ1枚のおっさんがですね、うわ、この今日の東京は昨日よりはまだマシですか、ね、まだマシとは言いながらかなり寒い上にお日様が全然見えないで、そうそう、雨がしとしとではないけれども、まあ、曇りなんだけども時々なんか霧雨みたいなものが舞うという、はい、そういうかなり寒い日だったのでございますが、白い T シャツ1枚のインバウンドの外国人がいましたよ。いましたか。で、なんで T シャツ1枚なんですかって聞きに行こうかと思ったんですが、そのおっさんいかにも寒そうにしてるんです。寒くないですか、寒いに決まってんだろこらって言われそうな気がして、やむを得ずって感じなんですね。いやだけど、うん、まあ、この円安ですから、はい、インバウンドの外国人にとってはですね、銀座でも比較的リーズナブルの、ね、ブランドショップの超高級品店ばっかりではありません、はい、全国展開してる割と安い、まあ、安いと申し上げていいでしょうね、アウターを売ってる店なんかも何件も、確かにね、あるんですよ。なんか買えばいいのに。だから、うん、そんなインバウンドの外国人からしてみりゃただみたいな値段でアウター買えるのに、何もそんなとこでT シャツ1枚で震えてなくてもいいんじゃないのと思ったんですが、はい、もうそれ以上は申し上げませんでした。なんか何かきっと深い事情があるんだろうと。やっぱりほら、辛坊さんみたいにケチンボーな外国人の方なのかもしれないですし、それでですね、はい、私昨日のラジオリビングをね、ご紹介しながらですね、はい、昨日だったかな一昨日だったかな、昨日はおせちか一昨日か、うん、まあどっちかで、水回りのお掃除の、はいはい、サービスあったじゃないですか、ありました。実はオンエアに乗らないところで私は、あ、うちは大丈夫だなと、これさ風呂入るたんびに、うん、とにかく湯沸かし器のお湯が出るのが遅いもんだから、こんな話はオンエアでしてないと思います。オンエアの、オンエアではしてないです、はいはい、オンエアの間の、はい、ダバなしで増山さんと、いや増山さん、うちとにかくね湯沸かし器のお湯が出ないんですよなかなか。でどうするかというと、でもそのおかげで夏の間にお風呂ピッカピカになっちゃいましたって。ね、なんでピッカピカになったかというと、うん、とにかく、まあ、すっぱだかになってお風呂にシャワー浴びようと思って、まあ、基本シャワーなんですね、はい、でシャワー浴びようと思って浴室に入ると、でスイッチ入れてお湯を出すんだけど何分も出てこないんですお湯が、かかっちゃってね、何分も出てこないから、うん、その間どうするかというと、うん、メラミンスポンジっていう、あの白いふわふわしたスポンジありますね、はいはい、まあ、ちょっとめったなところはあれ使うと傷ついちゃうんで、はい、気をつけなきゃいけないんだけども、うん、でもねよく汚れが落ちるんですこのメラミンスポンジというやつで、排水管の周りとかピッカピッカに磨き上げるんですね。で数分間それをやってる間にお湯が出てくると、うん、それでまあシャワーに移行していくわけですね、はいはい、で夏の間これをやり続けたんで、うん、うちのお風呂はピッカピカになったんだけど言ってましたよ、いつやめるかって話なんですけど、まだ続けていたのでございます、はいはい、で今日も続けていたのでございま す, そうなんですか、今日もすっぱだかになって寒いなと思いながら、お風呂に入ってでもお湯が出るまでの我慢だと思って、まあね、スイッチを入れて、はい、シャワーをわーっと出しながら、そのシャワーの冷たい水にメラミンスポンジを浸して、ギュッと
絞ってその辺のお掃除を始めたんでございます。効率的な生き方、まあ、大体このぐらい掃除するとお湯が出てくるだろうなと思って、シャワーに手を当てたらまだ冷たい水がはいはい、はい、いやどんどん体は冷えていくので、あらあらあら、もうとにかく体が冷えてもその後お湯が出てくるから大丈夫だろうと思ってお掃除していたにもかかわらず、なんでお湯が出ないのと思ってスイッチパネルを見たらエラー表示が出ておりまして、ガスが出てるか確かめてくださいっていうようなエラー表示が出たんですよ。え、ガス止まっちゃったと思ってそっから飛び出してですね、まあ、一人暮らしなんで別にバスタオル巻く必要もないだろうという走れメロス状態でですねそのまんまキッチンに飛んでいって、キッチンはガスコンロなもんですから、これでガスコンロがつかなければ家のガス自体が止まってるよなということでパチってやった ら、確認したらコンロはちゃんとついたんです。あ、そうですか。ということはうちにガスは来てると、湯沸かし器だけが使えない状態だと、あれと思って、でその湯沸かし器はベランダの、まあ、どこの家でもそうですけどマンションはベランダに置いてある給湯器から配管してあるんで、キッチンのお湯も手洗いのお湯もトイ、風呂のお湯も全部そこからこう供給されるわけですね、試しに何回かそこであのキッチンのお湯回りで試してみたら、やっぱりお湯にならなくて、そこのパネル表示もエラー表示が出るんだけど、何回かやっていたらですね、5回目ぐらいにエラー表示が出ずにちょっとだけお湯が出てきたんです。あ、お湯が出てきたわと思って、あ、これでよかったよかったと思ってバスルームに帰って、試しにもう一遍念のためと思ってですね、バスルームの向かいの洗面台のところのお湯を出して手洗ってたんですが、ふと思ったんです。で一遍止めてから、これ今からシャワーを浴びに入ったとして、ずっとお湯が出てくれりゃいいけど、ちょうど頭シャンプーかなんかで泡だらけにしたタイミングで、お湯が止まったらとてつもない悲劇になるぞとこれはね最悪ですね。これシャワーを浴びずに番組に行くという失礼なことをするか、それとも、そのリスクを犯しながら、まあ、一旦これお湯が出てるということは風呂場に行っても出続ける可能性があるので、どうしようかなとしばし迷ったんですが、結論から申し上げると、いや別に一日ぐらいシャワー浴びなくたってヒゲだけ剃っていくかっていうんで、冷たいお水でおヒゲだけ剃って今日はやってまいりました。なんか匂うと思いましたよ。匂いません、失礼なこと言わないでください。嘘です。いや、ね、何も匂わないですよ。これは言うつもりはなかったんだけど、今の文脈だからもう言いますよ。それで匂わないように、当然のことながら下着その他全部着替えて、もともと私あんまりっていろんな人に匂い薄いって言われるぐらい匂いしないんですけど、綺麗好きですよね。でも、今日これ本当に言わないつもりだったんですけど、今日大丈夫ですか、日本放送までやってきてエレベーターに乗ろうと思ったら、プーンって匂うんです。まあ、いかにも長いことお風呂入ってない人の匂いがするわけですよ。うわーと思って、でも自分でこうクンクンしても匂わないんですよ。ふっと隣見たら、あれもしかしたらこの隣のおっさんと思って、ちょっとふっと背後に回ってクンクンしてみたら、間違いないこの人だ、もう俺じゃねえ。いやこういうね、あの湿度の高くて雨が降る日はね、どうしても洗濯物の生乾きとかそういうのがあったりもしますよ。いかにもなんか匂いそうな雰囲気だったんですけども、人を見た目で判断しちゃいけません。あの首からぶら下げてるパスあるじゃないですか、こっから先もし当該人物が一人しかいないと、特定されてしまいますから、ただの悪口にならないように気をつけてください。いや、そうですね。いや、あの首から身分証をぶら下げてたんですが、ワンデーパスって書いてあったんです。だからいつも常駐の人じゃないんですね。だから今日もしワンデーパスが一人にしか発給されていなければ人物が特定されるけども、日本放送ぐらいの大きさの会社でワンデーパスが1日に1人しか出てないことはないでしょう。いろんな方いらっしゃいますよ日本放送は、ね、はいはい、
結構ドキドキした。いやだからこの話はするつもりがなかったんですけど、ほら匂いの話をするからこういうことになっちゃうんですよ。ちょっと迂闊でしたね私がね、ちょっとね。その話は避けて通ろうと思ったのに。もういいんですよ、避けて通れば。それでね、はい、一つ匂いの続きで言うと、はい、まあ、ついでにオーデコロンも振りかけようと思って、普段あんまり使わないオーデコロンに手を伸ばしてシュポシュポやろうと思ったら、はい、中身が出てこなくて、あれ空じゃんこれっていうのに気がついたという、これはプラスの点もございました。いろいろありますね。本当ですね。何が起こるかわからない。シャワーを浴びる前に、裸になる前にお湯が出るかどうかは確認された方がこれからの季節はいいですよ。夏はもう最悪水でもかぶっとくかができますけれど、ね、今の季節そういうわけにいかないですからね。だいたい給湯器って10年ぐらいがあの取り替えの目安ですよって、あのラジオリビングでもご紹介してますし、明日いい給湯器をねラジオリビングでご紹介します。マジですか。そうなんですよ。えもしかして、わかった、日本放送の人が壊しに来たんじゃないか。明日売るためにね。そうなんです。なんかあの、はい、お湯が出るまで時間がかかるとかよく給湯器ご紹介するって言うじゃないですか。そうそう、ね、まさにうちのやつがぴったり で、 言う通りでしょう。うちはもしかすると、うん、お風呂場までの配管が異様に長くて時間がかかるのかなとなんとなく思っていたんだけれども、はいはい、どう考えたってこんなに時間がかかるはずがないと、うん、これやっぱり給湯器の調子がおかしいのかなと思っていたら、はい、ある日突然出なくなると。これはね、この冬を前に、そうですよ、給湯器に不安のある方はね、うん、明日のラジオリビングですか、はい、お聞きになってください。もう丁寧にご説明いたします。長い宣伝しちゃったよこれ。ありがとうございます。本当に、まあ、そんなこんなでございました。まあ、ちょっとね、早くね治るといいですね。ということでズームそこまで言うか、この後は最新の株と為替の情報をお伝えしていきます。昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は日本経済新聞中国総局長の桃井由里さんに中国で相次ぐ無差別殺傷事件について解説してもらいます。5時台は103万円の壁、今後の焦点は引き上げ幅の行方というニュースにズームいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、 感想などは X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。5時26分頃にはズームオンミュージックリクエストをお送りします。あなたが選んだ一曲をお届けいたしますが、今日のリクエストのお題は裸になったのにシャワーのお湯が出なかった時に聞きたい曲。裸になったのにシャワーのお湯が出なかった時に聞きたい曲。悲しいですねこれはね、切ないですが、命に関わりますよこれからのシーズンは。でも本当そうですよ、ヒートショック現象。冗談じゃないですよ。そうですよ、私のようにもうなんかね、うん、そのあちこち掃除するために全身に冷たい水の飛沫を浴びて、とにかく次お湯があるかなと思ってた人間にとってはですね、まあ、そうですね、こんな衝撃ないです。ちょっとね、本当気をつけてください。はい、さあ、選曲の理由も書いて送ってください。メールは zoom@1242.com でお待ちしております。では続いて、ガイタメ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報をガイタメ .com 総研研究員の上原修平さんに伝えてもらいます。上原さん、よろしくお願いします。ガイタメ.com 総研の上原です。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて326円17銭安い 38,026 円17銭で取引を終えました。トピックスは 15.48 ポイント低い 2682.81 ポイントで取引を終えています。円相場は現在1ドル154円60銭付近で取引されています。東京市場の円相場は序盤は155円を挟んで小動きとなりました。ただ終盤になると植田日銀総裁による次回の政策決定会合まで1ヶ月あり、それまでに一段の情報が得られるなどの発言を受けて利上げ観測が浮上すると円買いが強まっています。海外市場ではアメリカの新規失業権申請件数が発表されます。
アメリカの金利先物市場では12月 FOMC における 0.25% 利下げと据え置きの可能性が五分五分と見られています。結果を受けて市場の見方に変化があるか注目です。また連日のウクライナ情勢に関する報道が円相場に影響をもたらしています。引き続き突発的な報道には注意が必要です。以上、株と為替の情報をお伝えしました。上原さん、はい、昨日お話しされていたアメリカ半導体企業 NVIDIA の四半期の決算発表、はい、今朝行われましたが、はい、どういう印象ですか？そうですね、市場予想を上回ったというような結果でありましたが、はい、ただ時期です、次ですね、11月1月期のこの売上の予想に関してが、まあ、ちょっと市場とは下回っていたというところから一時的に NVIDIA が売られたというところであるんですが、ただ今回の決算が四半期ベースで最高の水準だったというところなので、まあ、結果的には変わりやすい状況は続くんじゃないかなと見ております。上原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。林官房長官は衆参両院の議員運営委員会の理事会に出席し、臨時国会を今月28日に召集すると伝えました。会期は12月21日までの24日間です。10月の衆議院選挙後、与野党による初の本格論戦の場となります。アメリカの半導体大手 NVIDIA が今月8月から10月期の四半期決算を発表しました。売上高が前の年の同じ時期の 1.9 倍の350億8200万ドル、日本円でおよそ5兆4500億円でした。純利益は 2.1 倍の193億9000万ドル、およそ3兆円で193億900万ドル、およそ3兆円で売上高、純利益ともに過去最高を更新しました。アメリカのトランプ次期政権で新設される政府効率化省のトップに就く実業家のイーロン・マスク氏は、連邦政府の歳出について年間5000億ドル、日本円でおよそ78兆円以上の削減を目指すと明かしました。ロシア政府はモスクワの動物園からライオンやヒグマなど動物70頭以上を北朝鮮の動物園に移送したと発表しました。ロシア政府はプーチン大統領から北朝鮮の人々への贈り物だと説明しています。リニア中央新幹線のトンネル工事の前段階として JR 東海が山梨県内で実施しているボーリング調査が昨日静岡県内に入ったことが分かりました。不動産経済研究所によりますと、10月に販売された東京23区の新築マンションは816戸で、そのうち半数以上となる474戸で価格が1億円を超えました。1億円超えは6ヶ月連続です。中央区の湾岸エリアや中野エリアで販売された高額のタワーマンションが価格を押し上げ、去年の同じ月と比べて5割近く上昇しました。大丈夫かな、ロシア政府がモスクワの動物園からライオンやヒグマなど動物70頭以上北朝鮮の動物園に送ったと。これ中国が、パンダ外交っていうのやりますよね、友好国とか、外交儀礼で主席が行ったような国で、パンダ貸してやるから、はい、あれくれるわけじゃなくて貸すだけですからね、今回も移送したと発表した。だから、ただでくれてやったって感じじゃなくて、とりあえず移しましたっていう話なんだろうと思いますね。この番組でも申し上げましたけど、中国がパンダ1頭貸し出すのにいくらぐらい取ってるかというと、1頭1億円というのがどうも世界的な相場らしいと。高いですね。1頭1年間1億円ですから、毎年1億円パンダ借りるだけで金払わ、貸し賃払わなきゃいけないという、そのぐらいやっぱりね、ちょっとパンダは特殊ですけども、それ以外の動物も
値段が大変なことになってまして、おそらく北朝鮮の経済力では世界から動物なんか買えない状況にあるのと、そもそも動物売ってないんですよ。今新しい動物ってどうやって手に入れてるかというと、世界中の動物園は、いろんな動物園で自分のところで交配して次の世代の動物を生み出した時に、それを別の動物園の動物で生まれた動物と交換するような形じゃないと、今も野生動物を麻酔銃打って取ってきてそれをみたいな、そういう時代じゃないんですね。だから新しく動物園が動物を手に入れるというのが大変困難になっていて、動物の値段がうなぎ登りですって。そうなんですか。ちょっと古い話なんですが、2018年に東洋経済という雑誌がですね、上野動物園の動物がいくらかというのを、これ情報公開請求をして、その時手に入れた情報というのが手元にあるんですが、これ2018年に東洋経済が情報公開請求をして上野動物園に、展示中か皆さんに見ていただいている動物たちの帳簿上の値段で、専門家に言わせると、こんな帳簿上の値段なんかじゃとてもじゃないけど買えませんよっていう、そういう話なんだけど、上野動物園にいる動物の中で一番帳簿上の、値段が高かった動物が、シロクマ。シロクマですか。はい、ホッキョクマ。そうなんだ。3708万円。高い。3780万円。はい、インドサイ3000万円。などなど、はい、まあ軒並み何百万円から何千万円みたいな、でも専門家はいや、そんな値段じゃ買えないって言ってるぐらいだから、そうなんだ。実際にホッキョクグマなんか手に入れようと思ったらいくらになるか分かんないという、貴重なものをロシアが北朝鮮に送るぐらい、やっぱりロシアとしては例のウクライナ戦争に北朝鮮の兵隊、そりゃそうですよなって、何万人も死ぬ可能性があるわけだから、北朝鮮の兵士をやっぱりウクライナの戦線に送り出すにあたって、ロシアは相当北朝鮮に頭下げてる状況なんだろうな、まあ、そのお礼を兼ねてのおそらく意思表示なんだと思いますが、私が心配しているのは、モスクワの動物園から北朝鮮に移されたライオンやヒグマなどが、ちゃんと世話してもらえるんだろうかと。それでなくたって人間の食い物が足りないと言われている国に、確かにそうですよね、経済的にっていう話をね、しようかなと思っていたら、今日夕刊チラチラ読んでいたら、この間もすでにこの番組ではご紹介した話なんですが、朝日新聞にですね、なんで今頃の話なんですが、大阪の天王寺動物園で餌が消えて飼育員が自分用に持って帰ってたんじゃないのかって話が今日の夕刊に出てましてですね、でもこの記事によると、動物園の動物って新鮮な野菜しか食わないので、そんなに人間様が食べるやつよりもどっちかっちゅうといい野菜を餌に提供っていうか出してて、かなりの費用が天王寺動物園餌代かかってるっていうんで、おそらく飼育員の方は昨今の野菜高物価高で、俺よりいいもん食ってるって持って帰っちゃったんじゃないの、おいおいみたいな。だからさっきの北朝鮮笑えねえなと思いながら、今日夕刊を読んでしまいました。はい、そんな話でございます。はい、そろそろ時間ですね。そうですね、微妙な時間なんで、このあたりでズームフラッシュでした。11月21日木曜日、時刻は午後4時3分を回ったところです。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。さあ、メールをご紹介いたしましょう。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。兵庫県ののりさん、56歳女性の方です。いつも楽しく拝聴させていただいています。辛坊さんの X を見たんですが、我が家も同じくこんな寒い日に給湯器が壊れたのです。あらま、大変。兵庫県の方ですか。あ、そうです、そうです。じゃあ明日のラジオリビングはエリア外ですね。そうですね、ちょっと残念。ただ幸い実家が近くなのでお風呂を借りに行けるのでよかったですが、とにかくお湯が出ないのが困ります。困ります ね。食洗機はもちろん使えないですが、食器を手洗いにしても水しか出ないのは辛い。油物が落ちにくいです。便利
利な世の中、一つ壊れると不便で仕方がない、便利になれすぎるのも困ったものです。そうですね、私が子供の頃そんなお湯ってそうあちこちで出るようなもんじゃなかったですからね。そうそう、使わなかったですよね、お茶碗のね、お風呂と、そうですね、あのなんていうか屋内に排気を出す小さな給湯器みたいなやつは家の中にあったような気がしますけどね。まあ、いずれにせよ、うん、今のように、まあ、潤沢にふんだんに湯水のごとくお湯を使える、そういう時代ではなかったですからね。なかったです、なかったです。それから墨田区の68歳、むひろ、あ、ごめんなさい、ラジオネームひろちゃんだもひろちゃんね、先日お風呂の栓をきちんと閉めないでお湯を入れてしまい、主人がお風呂に入った時お湯がなくてびっくりしたそうです、ね、それにとても寒かったと言っていました。お風呂の栓をきちっとしなかったのは私です。私だったらすごく怒ってしまうと思うんですが、主人はニコニコしながらまた服を着てお風呂が沸くまでリビングで待っていました。いい人でよかったですいやいや本当いい人、いや、うん、あ、でもね、私からするとこのひろちゃんの方がいい人だなと思うのはですね、はい、もしうちで同じようなことになったら、入る前になお湯入ってるかどうかぐらい自分で確かめえやとかね、わかります、もっとひどい場合には、うん、お湯入りたかったら自分でお湯入れやとか言われますので私もどちらかというとそっち派なんでね確かにね、そうですか、いやいや、素敵なご夫婦で、本当いいご夫婦ね、はい、明日はいい夫婦の日ですしねぜひ何かね、一緒に楽しんでください。さあ、まだまだご意見お待ちしておりますので、メールは zoom@1242.com、 X はハッシュタグ辛坊治郎ズームでポストしてください。さあ、この後は中国で相次ぐ無差別殺傷事件にズームしていきます。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間解説するニュースはこちらです。中国で相次ぐ無差別殺傷事件、その背景とは。中国の南部湖南省で今月19日、小学校の前で大勢の児童らが車にはねられる事件が起きました。地元警察は運転していた39歳の男を拘束したと公表。一方で負傷者数は明らかにしていません。中国では今月11日、広東省で運転運動をしていた人たちに車が突っ込み、35人が死亡、43人が負傷しました。また16日には江蘇省で21歳の男が刃物を振り回し、学生らを切りつけ、8人が死亡、17人が負傷する事件が起きています。さあ、今日は中国で相次ぐこの無差別殺傷事件につきまして、日本経済新聞中国総局長の桃井由里さんに伺います。現在北京にいらっしゃいます。映像つながっています。桃井さん、はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。音声は電話なんですが、私の目の前にはパソコンがありまして、パソコンのズーム会議システム上の桃井さんのお顔が映っているのでございますが、いつもはちょっと離れたところにパソコンがセットされている時が多いんですが、今日は本当に、すぐ近くにパソコンが設定してあって、桃井さんのお顔がよく見えるのでございますが、このパソコン上で桃井さんを拝見すると、すっげー美人の方ですね、この人。まあ、なんか本当にいきなりそんな褒めてくださるんですか。何かこういうに怖くなっちゃうじゃないですか。いやまあまあまあ、もちろん今後桃井さんが中国で拘束された時にということもありますけども、いやいや、それはともかくとしてね、いや、なんかねえ、なんかこのご時世、その見た目をどうのっていうのはあれですけれども、本当にいや、とんでもなく、とんでもなく綺麗な人ですね、この方。ありがとうございます。口は悪いのに。悪くないですよ。悪くないです。そうですね、悪くないですね。今日も北京からということで、どうなんですかね、最近なんか中国発の凶悪事件がすごく多いような気がするんですけども、そんだけなんか社会的不安が高まってるって話なんですかね。いや、これ本当また今日も起きたのって、もうみんなで、もう中国の方も日本の方も含めて、ね、みんなでそういう話してます。どうしてこんなことになっちゃったんだろうと。
でやっぱり社会不安というか、ね、今その SNS で流行っているのは社会性報復、日本語で言うと社会への報復っていう言葉が流行ってるんですよね。でみんなこれやった分もう社会への報復でやってることであろうと。でもちろんこの経済が悪いから社会への報復ってこともありますし、多分このメンタルがすごくそのストレス社会の中で良くない中で、例えば個人的な事情で良くないことが起きて もう社会のせいにして関係ない人巻き添えにして、そういうふうに考える人が増えてきているという背景が、まあ、単純に分析すればそういうことだろうなというふうに考えてます。単純に分析すればそういうこと、まあ、一般的に伝えられている理由は今桃井さんがお話してくれたことなんですけれども、もうちょっと深い分析をすると違う見方があるんですか？というのもですね、日本であればこのような大きな事件が起きたら警察は必ずあれですね、捜査情報を発表しますよね、はいはい、で少なくとも犯人が言ってるベースでは動機も発表しますし、事件の概要も言いますけれども、中国ではその大きい事件が起きたとしても当局が発表するとは限らないんですよね。だから何もわからないんです。でもしかしたら本当はもっとたくさんこういう事件が各地で起きてるのかもしれません。でも当局が、まあ、発表してるのってもしかしたらその SNS で事件が起きて人がたくさんいるとあっという間に広まるんですよね、 SNS で。で広まっちゃったものだけ発表してるんじゃないかという考えもありますし、逆に考えると、逆に考えるとですよ、今までもたくさん起きてたのに SNS でそんな広がらないから黙ってただけじゃないかっていうこともあるので、なんかそのあたりの透明性の高い犯罪統計みたいなものは中国ではないんですか？全くないです、全くないです。透明性はないです。公安は偉い部署ですから、なんかそんな発表したり庶民にいろいろ教えなきゃいけないこともないですし、知らしめないことが統治の基本ですので。ということは例えばね、例えば交通事故が1日何件どこで起きてどんな車が事故ってるみたいな話はもう分かんないんですね。そういう統計もちゃんと調べたことないですけど、日本みたいに正確に発表してないと思います。で交通事故もちゃんと警察が、こんなことまで言うとあれですけれども、田舎の警察だったりすると、例えば事故を起こした人と被害者の関係性によっては取り合わない場合も十分ありえますよね。なのでこの目に見えてるものだけで社会分析ができるかどうかっていうのは結構難しいことであると思うんですよね。そうですよね。そうにしても発表事例だけでも頻繁すぎるよねというのはあると思います。まあ、桃井さん今北京にいらっしゃいますから、本当は言いたいことはもうちょっと別のところにというか、今のところもうちょっと踏み込んでどういうケースにおいて発表されないケースがあるんだろうみたいな話を仕掛けたんだけど、これはやばいからやめとこうということで言葉を引っ込めたような感じが今度日本に帰ってきたらちょっとスタジオでっていうようなことを言うとですね、それを聞いていた中国当局が日本返すとややこしいことになりそうだから、とりあえず中国にしばらくいてもらおうかみたいなことになる可能性もないとは言えませんよね。今それは怖い話ですね。今ここで全部喋って、今喋っちゃいます。喋れることは聞いてください。いや、まあ本当にね、そうなんですよ。電話回線と映像回線でつながってはいるんだけれども、物理的に瞬間移動で日本に帰ってこられるわけじゃないわけで、日本に帰ってこようと思うとどっかの空港に行って出国検査というのを受けて飛行機に乗って、その飛行機が離陸して、その飛行機が、まあ、例えば日本の航空会社ならもうその段階でかなり安心ですけども、その飛行機がおそらく中国の飛行機だったりなんかすると、まだまだ少なくともどうだろうな、安心できるのは、まあ、日本の空港に着陸しちゃえば安心ですけど、それまで結構ドキドキが続きますね。そうですよね。法律上は日本の飛行機であろうと何であろうと、多分その国境を越えるまでは法律は向こうのものなんですよね。いいな、なんか毎日がワクワクドキドキで羨ましいです。いやいやいや
いやいや、それでさっきの話に戻りますけどね。はいはい、私これどうなんだろうなと、今日ニュースの一番最初でお伝えした中国南部湖南省で今月19日小学校の前で大勢の児童らが車にはねられる事件が起きましたと。で、運転していた39歳の男が拘束されました。この映像は私日本のテレビで何回か見たんですが、明らかにこれ人が死んでてもおかしくないだろうなっていう事故なんだけれども、何人死んだとか一切これは分かんないんですか？いや、発表されなかったら分かんないですね。公安の発表って大体1回きりなんですよ。なんか事件が起きて、ちょっとすると公安発表ってなんかフォーマットがあるもんなんですけど、それがネットでポコって発表されて、その後もう更新されないんですよね。だからとりあえず分かったことを出しましたと。でもうちょっと捜査して新しい情報を出しますってことはめったにないです。一回この負傷者数も死者数も明らかにしないまま39歳の男拘束って出したら、この後追加情報ないと考えた方がいいですね。あ、で日本でも必ずしも警察発表で 全容が明らかになるかっていうと、そうでもなくても、でも少なくともその後裁判は公開法廷で行われますから、起訴されて裁判になった時点で裁判の傍聴に行けば何が起きたかはこれは明らかになりますが、どうなんですか、逮捕時点はともかくとして、その後裁判時点も裁判も公表されないんですか？公表される裁判とされない裁判がありますね。だから政治的に出したいものがあればわざとショーのようにやるかもしれないですね。でもその日本のように全部明らかになるわけでもないですし、で逆に判決もわからないです。もしかして例えば社会的にこの人がみんな怒ってるから死刑だって発表した方がいいなと思ったら、非常にこうお手柄的に死刑にしましたとか、こんな風に裁判やったとかわざと出すときもありますけれども、もしかしたら例えばこの間の深圳の事件ですよね。日本人学校 の子どもさんが亡くなられた、ああいうものはもう犯人がどういう扱いになったのかとかももしかしたら発表されないんじゃないかと思います。どんな刑が与えられて動機が何だったのかもまだ出てないですよね。多分ままうやむやになるのが中国 のむしろ普通のノーマルの対応ですね。もし、日本でそんなことはないにしても、もしそんなことがあったとしても、例えばその小学校の前の児童が車にはねられた事件だと、現地に取材に行って被害に遭った人をたどっていくと、いやあの子が死にましたみたいな話はきっと出てくるだろうと思うんですが、そういう取材活動ってできないんですか？ですので、例えば深圳であったり、この間の広州広東省の事件ですね、広東省 の樹海の事件ですね、35人の方が亡くなったやつね、あれもやっぱりメディアは聞き込みをするんですよ、周りの人に、どんな事件だったかとか、それでそうすると外国メディアが相次ぎ公安にしょっぴかれたり追い払われたりみんなしてますよね。だから明らかにしたいこと以外明らかにしたくないんです。で知る権利っていう言葉にはここにはないので、向こうは知らせない権利を持ってるわけですよね。なるほど。多分ものすごく頭のいい桃井さんだから、ここまでは喋っても大丈夫ということをもう本当に綿密に計算しながら一言一句選んでらっしゃるはずなんですけど、大丈夫ですか？大丈夫だと思います。大丈夫の根拠は何なんですか？あんまり聞かれるとだんだん自信がなくなってきてそうですよね。そうですよね。だって過去の拘束事例なんかを見ても見聞きしても理由がよく分からなかったり背景もよく分からなかったり、どこが激凛に触れたのかって分からないケース多いじゃないですか。それも分からないですね。だからいや、多分反スパイ法みたいなものってこれからどの国でも強化する方向にあるし、あったとしてもいいと思うんですけど、捕まえた以上はなんで捕まえたかっていうのをちゃんと言うべきであるとは思うんですよね。それを一切言わないので、だからみんな外国の方来たくなくなっちゃうのも当然だと思います。どうですか、最近その今住んでらっしゃるのは北京ですか？はい、北京です、北京あたりで日本人観光客外国人観光客は どんな状況ですか？あのです
ですね、外国人観光客は結構今戻ってきてます。というのもノービザの国、じゃんじゃんノービザにしてるんです、今中国が各国を、はあはあ、うん、でノービザになるとやっぱり中国の旅行って比較的安いですし、歴史的な見るところも多いんで、ええ、割と戻ってきてはいるんですけれども、ええ、日本人の観光客の方は全くやっぱりビザもある、観光ビザ取らなきゃいけないのもありますし、あと、ね、こういう事件もあるので全く戻ってきてないですね。やっぱりその日本から来る中国のエアラインに乗ると結構満席なんですけど、日本のエアラインに乗るとやっぱり今まだあんまり埋まってないというのは、やっぱり日本人客が戻ってきてないんだと思います。なるほどね。北京あたりの物価はどうですか？物価はですね、まあ生活用品なんか中国めちゃくちゃ安いですよ。これデフレまで至ってないって言ってるんですけど、中国政府はかなりデフレだと思います。でも日本でもあれですよね、中国の、ティムーですか、こっちではピンドードって言うんですけど、はいはい、激安 EC サイトが結構来てるんですよね、はい、ですごく激安製品が出回ってると思いますけど、こっちでも中国のこの間新華社の経済担当の記者の人とも、ピンドードってどうしてこんな安い値段、こんなんじゃ儲かんないよねっていうような値段どんどん出してるんで、生活用品とか雑貨買うなら中国は確かに安いです。今天気は北京どんな感じですか？気温とか。めちゃくちゃ晴れててひんやりっていう感じですね。で今最後紅葉した葉っぱが今最後に散ってるところ で、 そういうタイミングですか？実はすごく綺麗な、すごく爽やかな綺麗な季節ですよ。なんで私も知り合いとかお友達に、北京今来ると綺麗だよって言うんですけど、前はなんか捕まるから行かないって言ってたのに、最近刺されるから行かないって言われて、ショック受けちゃった。それがまた、それが冗談で済むのか済まないのかって話ですよね。どんな危機感ですか？いや中国の方とも話してるんですけど、この本当に、ね、上海でも北京でも起きてるんですよね、この無差別殺傷事件、はい、でも警戒のしようがないですよね、まあ、これってそうですね。で中国、未だに中国の外務省は中国は世界で一番治安のいい場所だって言ってるんですけど、確かに監視カメラいっぱいあるので犯罪やりづらいんですよね、やった瞬間捕まっちゃうので。だから本当に抑止力になってて治安良かったんですけど、こういう無差別殺傷事件って捕まってもいいとか、人を巻き添えして自分は自殺するつもりだったりするので、もうそういう人たちの前では、あ、この監視カメラの束は全く役に立たないんだなっていうのが新しい、ね、認識ですね。そうですね、顔認証システムなんかも相当発達してて、街歩いてる人がどこの誰かなんかを当局が知ろうと思えば簡単に分かるっていう、もう簡単に分かります。でも監視こちらっていろんな展覧会やってて、私土日とかよく行くんですけど、監視技術展覧会っていうのやっててですね、なんかですね、それ行ってきたんですよ。そしたらすごくて、もうシルエットだけで判別するカメラとか、だってカメラやってると、ね、しっかり映らない時あるじゃないですか。でもシルエットの形だけで人を判別できるカメラとか、まだもちろん展覧会出てるんで新しい技術ですけど、であとね、感情が分かるカメラっていうのがあったんですよ。だからすごく怒りながら怒りを抱えて歩いてると、それ危ない人だねって言って公安にビビビって、この人危ないから、でもその時はええと思ったんですけど、これってこの無差別殺傷事件の防止っていう意味では、今もしかして公安はこのカメラを急ピッチで開発進めてるんじゃないかなって。でも怒ってる人がみんな無差別殺傷するわけじゃないからな。そこなんですよ、問題点は。中国の方って割とこう感情豊かなんで、よく路上で喧嘩とかしてるんですよ。路上で喧嘩してます？で人も多いから、確かにこう歩いてると人が多くてイライラすることも多いから、だから感情分かっても日本に比べて怒って歩いてる人多すぎるんじゃないかなと、それが弱点かななんて思ったりとかですね。ちょっと話変わりますけど、私この間ですね、ちょっと調べ物しててへーと思ったんですが、今中国観光行こうと思うと日本人は観光ビザがいるじゃないですか。なんか嫌がらせのように日本のビザ解禁しないって話があるじゃないですか、はい、でも、はい、日本人でもですね、トランジットで72時間か140時間かなんか、だから3日から何日かなんか、他国に行くチケットを持っていたら、はい、トランジット名目で数日間、はい、合法的に入ることは可能らしいですね、はい、今、
入れます。7日間ですかね、144時間ですよね。あの入れます。あのそれで使ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、出張でもそれ使って、例えば、まあ香港、北京、東京っていう三角形でチケット買っておけば、あのそれでパスポートコントロールのところで申請すれば入れるんですよ。つまりあの中国往復だとダメだけど、第三国に行くためのトランジットで途中滞在経過だという証明があれば、あの1週間入れるってことですよね。今中国入れるんですよ。ただし問題もあるんですよ。はあ、あのこれ大抵は入れるんですけど、たまに跳ねられる時があるんですよ。たまに。それこれロシアンルーレットが過ぎるって思うんですけど。いやそれ跳ねられたらその次の目的地行けなくなって困るじゃないですか。うん、あの昔あった映画みたいに空港で暮らすしかないんじゃないですか。ですね、それはね、なんかやばいことになってますね。そうですか。いや実際にそういう話もあるねって聞いて怖いねって言ってたんですけど、実は結構知り合いの、しかも企業の偉い方でそれ会っちゃった人がいたのでびっくりしました。だから便利だしそれ使えるんだけど、ちょっと怖いなっていうことで、ね、あまりあの知り合いの皆様にはおすすめはしてません。なるほど。さて、話を大筋もに戻しますが、はい、G20 かなんかで石破さんと習近平さんと話をしました。このあたり中国で報道されてます？はい、さらっと報道されてますね。どうなるとお考えですか、今後は。そうですね、一応の石破さん、石破首相は中国はもともとは、まあ、あの中国に対してあの中国との関係構築に前向きな人だという評価なんで、ええ、あのこの間の会談も割とこう習近平さんも前向きだったと思います。それから外相 の, あの 外務大臣の相互訪問なんかも約束したんで、割と日中関係良くなるとは思うんですよね。でもともと石破首相になる前からですね、なんか前まで岸田さんでしたけれども、その頃から中国は日中関係改善のシグナルは出してたんですよ。ええというのもやっぱり、大統領選、アメリカの大統領選が11月に終わった後、はい、まあ、ちょっと誰になろうと、まあ、1年ぐらいは外交政策もゆらゆらしますよね。そういう時にやっぱり中国ってバランスで考えるので、その時は日本の方を固めておくべきだっていうこともあって、日中関係をいろいろ前に進めておくっていうタイミングではあったんですよ。なるほど。ただ中国もちょっと困ってるのは、石破さんがこの間です、ね、衆院選で負けてはないんですけど、過半数取れなかったことによって非常に不安定になったと。そうすると本来もし強い政権ができたんだったら、例えば来年外相にとどまらずもっと上 の, 相互訪問といえば習近平さんも含めた相互訪問ですよね。はいはいはい、っていうこともあり得たのかもしれないですけれども、ちょっと様子見っていうところも出てます。なるほどね。まあいずれにせよ、パソコンの画面上で見る桃井さんのお顔が表情豊かで楽しそうなんで、なんだかんだ言いながら北京滞在を楽しんでますね。実は楽しんでます。楽しいですから、だから辛坊さんをぜひ来てください。そうですね、ぜひ辛坊さん、背口車に乗ってたまるか。いやいや、あのトランジットビザで、トランジットビザで。さっきダメだって言ったじゃん。ほら、いや、ありがとうございました。ね、そうですよね。はい、どうもありがとうございました。今日は日本経済新聞の桃井由里さんに北京から伝えていただきました。ありがとうございました。ズーム。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです。飯田浩司です。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは月曜日から木曜日午後3時半から生放送でお送りしています。ラジオの FM93 AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけますよ。
ラジオラジコでは配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱい。さらにリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画や、辛坊さんが夕刊フジの記事を解説する夕刊フジそこまでズーム、そして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー、ズームオンミュージックリクエストなど盛りだくさん。ぜひラジオラジコでも辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみになってください。11月21日木曜日、時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。ズームオンミュージックリクエストに今日もたくさんの、ね、メールをいただいております。どうもありがとうございます。ご紹介してまいりましょう。今日のお題は、裸になったのにシャワーのお湯が出なかった時に聞きたい曲、辛坊さんのことでございます。はい、今日はそういう悲劇が私に訪れました。ね、はい、足立区にお住まい43歳のゼック東京さんです。いつもありがとうございます。ね、ありがとうございます。裸になったのにシャワーのお湯が出なかった時に聞きたい曲は、よく聞いてくださいよ、シャワーダケンジの憎みきれないお湯出なし。シャワーダケンジの憎みきれないお湯出なし。何言ってんの。沢田研二さん、憎みきれない6出なし。あ、よく考えますね。ましたよ。ありがとうございます。まあ、この状況、誰に怒るともできない状況、しかも裸、間抜けな姿ですね。全くです。本当に人に見せられません。はい、静岡県富士宮市のズリオロスパンチョスさん、59歳男性はですね、ラジオで紹介しにくいラジオネームですね。それは、これは、歌い出しが言ってないと私には聞こえる名曲、ベン・イー・キングのスタンドバイミーをリクエストします。When the night とか、言ってない。When the night has come、夜が来た時にっていう歌い出しですが、ね、あれがお湯が出ない。空耳アワー、お湯出ない。お湯言ってない。言ってない。いや、When the night。言ってない。相当遠くないですかそれ。いやでも頑張りましたよ、これよく気づきました。ここに、はい、大阪市のリタホーペさん56歳は、裸になったのにお湯が出ないのは辛いですね、これからの季節は特にです。リクエストは佐野元春さんの寒いでお願いします。え、なんで寒い。何サムデイ。はいはい、はいはい、ありがとうございます。頑張りました。福島県郡山市64歳のゆこぺこりんさんは、辛坊さんがすっぽんぽんでお風呂掃除をしている姿をきっと誰かが見ていますよ。そう、きっと辛坊さんの背後にいるのでは。なんか怖いですねそれ。リクエストは郷ひろみさん、裸のヴィーナス。ヴィーナス、某国を訪れた政治の結構な有力者が、はい、部屋に戻って浴室の扉を開けたら、スポンポンの女性が立てたという話があったそうです。はい、なんとかトラップに。あ、そうですね。むっちゃトラップですねそれ。それから埼玉県八潮市64歳の男性、だから言ったじゃないのさんは、辛坊さん、私なんか裸になって浴槽の蓋を開けたらお湯がなかったことたびたびありますよ。冬は辛いですね。いやそれはそうですね、さっきの話じゃないですけど、要するに栓し忘れてね、そうそう、しっかり閉まってなかったりするとね。わかりますけどね。はい、リクエストは山下久美子さん、バスルームから愛を込めて。横浜市にお住まい岡文さん30歳の男性は、ほうほう、裸になってからはとても寒いですね、これしか思いつきませんでした。リクエストはスマップで裸の王様。辛坊さん、風邪ひかないように気をつけてくださいね。ありがとうございます。さてどうしましょうかね。本当にお湯が出ないと聞こえるかどうか聞いてみますか。そうですね、確認しましょうか。、はい、スタンドバイに。はい、ではエンディングに確認しましょう。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は24時間お待ちしておりますので、いつでもお寄せになってください。メールは zoom@1242.com、 X で参加される方はハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いします。メッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。103万円の壁引き上げ正式決定、今後の焦点は引き上げ幅。 G7
自民公明の与党と国民民主党は昨日、いわゆる年収103万円の壁を引き上げることを石破政権の経済対策に明記することで合意しました。仮に国民民主党が主張する178万円まで基礎控除などを引き上げた場合、国と地方で合わせて7兆6000億円ほどの税収が減ると政府は試算しています。今後3党の協議で引き上げ幅について議論されます。一体何の議論をしているのかというと、はい、簽単に言うと、所得の低い人は所得税払わなくていいですよ、で所得の低い人ってどのくらいまでっていうと、まあ、いろんな控除を足していくとちょうど103万円までの所得の人は税金所得税払わなくていいですよ、ただけど103万円の壁ってね、突破するとすぐものすごい勢いで103万円全体に税金かかるかっていうとそんなことないんですよ。これは控除額だから、例えば104万円の所得になりましたって、103万円の壁を1万円突破してますね、その突破した1万円に対して最低税率の 5% がかかるだけですから、なるほど、はいはい、そういう計算なんです、だからまあ控除額は103万円なんで、だから実はこの103万円の壁っていうのは超えたからといっていきなりドーンと税金取られるっていう、厚生年金の壁っていうのはそういうもんなんです。厚生年金っていうのはその壁を超えちゃうと厚生年金の加入対象になるから、いきなりドーンと大きな負担が来るんだけど、所得税の壁っていうのは実は超えたところで、まあぶっちゃけ大した額にはならないんだけど、でも心理的壁としては非常に大きくて、この103万円を意識しながら働いてる人が多いので、これを取っ払うことによって、特に今中小企業も含めて人手不足がひどいの でどうも人手不足が特に年末になるとひどくなるのは、103万円超えそうな人が働くのセーブしちゃうんで、急に人手不足になっちゃったりなんかするんで、これはまあ取っ払った方がいいんじゃない。で昔はですね、1995年まではこの数字は自動的に物価賃金が上がるとそれに応じて改定されてきたんです、毎年ちょっとずつちょっとずつ、だからこの103万円という中途半端な壁になってるんで、ところがですね、いわゆるデフレの時代に入ったということで1995年以降を、これ103万円のまま据え置かれてるんですよ。甘いですね。だけどじゃあ今から1995年というと29年前だから、まあほぼ30年としましょうか、30年前に比べて物価や賃金上がってないかっていうと、物価ははっきり言って相当上がってると思いますよ、これ政府の発表する消費者物価指数だとね1割ぐらいしか上がってないんですが、ただまあこの3年だけでも1割上がってますよね、1割どころじゃないですね。特に食品なんか毎日スーパー行って支払いをしてると、実感として3年で2割から5割ぐらい上がってるよなっていう、なんか高いっていう、なんか高いって、そんなね30年で1割どころじゃないわけです。で昔はそれ自動的に引き上げられてたんです、その物価賃金の上昇に応じて、そうしないと何が起きるかというと、引き上げないということは課税最低限を引き下げてるというのと同じことですから、実質的に、今年の103万円と来年の103万円 で3年前の103万円と今の103万円比べると今の103万円の方が価値が低いわけですよ、同じ103万円で税金かけますよっていうと、3年前は税金かかってなかった人でも、ちょっと表現がなかなか難しいですけど、要するに課税最低限103万円より所得の少ない人はかけませんよなんだけど、実質的な価値としては3年前に103万円と今の103万円は全然違いますから、だから所得の低い人がどんどん課税対象になっちゃってるということですよ、数字変えないということはそういう意味ですね。そうすると貧しい人に、本来ならば税金免除してあげるべき人に、物価は上昇してんのに課税最低限をいじらないということは、本来税金払免除勘弁してやろうかっていう人たちに毎年税金取り続けてるということを意味してるわけです、だから結果的に何が起きてるかというと、国も地方も今税収すっごい増えてんですよ。そりゃそうですよ、消費税なんか典型ですけども、100円のものに対して 10% だから、100円のものが200円になったら、
税収は10万円から、10円から20円に上がるわけだから、物価上がったらどんどん税収増えていくじゃないですか、はい、で今そういう状況で地方も国も税収どんどん増えてるんだけど、さっきの話で要するに今まで税金払わなくてもいい貧しい人も含めてたくさん税金を納めるようになってきたから、それは税収増えるに決まってんじゃんって話で、これは当然のことだから国民民主が言わなくたって与党が率先して改定すべき話だろうというのを、なんか国民民主に、まあ、いわゆる自公が今過半数割れしちゃったんで、はい、自公があの予算を今後通してもらわなきゃいけないとか政策を実現するために法律を作らなきゃいけないという時に国民民主の協力がないと法律できないし予算も取らないので、その引き換えにこの103万円の壁を持ってくるというのは本来はおかしな話ではあるんだけれども、まあ、国民民主としては今もうこれアピールのしどころなんで、国民民主はどういうふうに主張しているかというと、103万円に固定された時の日本の最低賃金と今の最低賃金を比べると 1.75 倍になっていると、だけどねこれちょっと、まあまあ主張の根拠としてはそういうことなんです、はい、だから 1.73 倍になってるので、103万円の 1.73 倍であるところの178万円に引き上げましょう。まあまあなんとなく納得できますけど、ただね最低賃金って日本もともと低かったんで他の賃金の上昇率に比べると最低賃金の上昇率が異様に高いってことはあるんです、そうするとこれを基準にするのはどうなんだっていう話がありますね。じゃあ物価を基準にするということになると政府の発表する消費者物価指数は1割ぐらいしか上がってないんですよ、じゃあ103万円に対して1割上げるか、だからまあ今後の落としどころの数字は最低で1割最高で178万円 1.73 倍というところの間に落ち着くというのはもう、出来レースで見えてるっていうかですね、見えてんだけど私は何回もこの番組で言ってますけど、もうねそもそもこの103万円の壁ってのは何かというと、いや一家の大黒柱の夫が働いて世帯のお金を賄いますと、奥さんはいやパートに出るのでパートとか内職でまあまあそのぐらい103万円ぐらいを限度に働いて一家の世帯をやりくりしましょうといういわゆるモデルケース、夫が働いてフルタイムで奥さんがパートタイムで働いてあるいは内職をして子供を育てる、そういう世帯というのをベースにした制度そのものなんで、あのその制度自体をもうこういうのを考え直してもう一人一人社会保障にしても税制にしても個人というのをベースに、だから世帯というもなんか幻想みたいなもんですよ今、一体何人そのモデル世帯に相当する人たちがいるんだよっていう話を考えると、このその103万円の壁とかなんとかってちまちました議論じゃなくて、日本における諸制度の根本になっているモデル世帯っていう考え方自体をちょっと考え直そうよという政治家はおらんのかと。いないんですか辛坊さん。私シャワーも浴びられないんですよ知ってますか。そうです、ね、昼飯ベビースターラーメンですよ。それは好んで食べてらっしゃるから、はい、ということでお時間でございます。どういうことだ。ズームオンでした。ズームミュージックリクエストをお送りしているのは静岡県富士市ズリオロスパンチョスさんからのリクエストです。ベン・イー・キングスタンドバイミー、名曲でございます。そうですね、はいはい、映画もね、映画のスタンドバイミーも小説も私は読んでるし見てるはずなのに、あの少年が線路を歩いていく、そうそう、あの光景以外はほとんど覚えてないですね。まあ確かにね、確かにね、詳しく言われると、いい映画だったのは覚えてて、すごいいい映画だったよなっていう印象はあるんだけど、そう少年が線路を歩いて何か探しに行ったよなみたいな、ものすごい中途半端な記憶しかないっていう、どういうことなのかしらこれは本当に困ったもんですが、多分原作は何、スティーブン・キングですよね。スティーブン・キングとなると恐怖映画の巨匠ですからね。そうですね、
確かに、スティーブン・キング怖い映画いっぱいありますけどね、はいはいはい、ペットセメタリー怖かったな、ミザリーも怖かったな、ミザリー怖かったですね。そうです、流行作家がね、はい、そうそうそう、流行作家がね、ファンに監禁される話、そう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 、あれはよくストーリーも覚えてるな、ゾクゾクしましたよね、はい、何の話、本当ですね。じゃあお聞きの日本放送、この後5時30分からは伊集院光の種、6時からは鶴光市長と美和子様、鶴光の噂のゴールデンリクエストをお送りします。そして今夜は7時からはショーアップナイタースペシャル第3回 WBSC プレミア12スーパーラウンド日本対アメリカ戦、東京ドームから実況生中継いたします。解説は谷繁元信さん、ベースボールコメンテーター秋猪瀬さん、実況日本放送山内博明アナウンサーでお送りいたします。ぜひお聞きになってください。で、明日の朝6時からの OK コージーアップ、飯田さんね今お休みしてますんで、明日は新葉一華の OK コージーアップをお送りします。アシスタント前島アナウンサーです。コメンテーターはテレビ東京解説委員の山川達夫さんです。で、その後8時からは私も出ます、春風亭一之助あなたとハッピー。明日のメッセージテーマはいい夫婦の日ですからね。あ、明日ね。そうですから11月22日で、なるほど、結婚式披露宴のエピソードをお待ちしております。で、ズームそこまで言うか、来週月曜日はゲスト明海大学教授の小谷哲夫さんです。来年1月からのトランプ政権、また徐々に固まりつつあるトランプ政権の人事についても伺っていきます。そうですね、あっという間ですね、ついこの間のような気がしますね、今年の大統領選挙誰みたいな、本当本当、こうしてどんどん日を重ねていくわけですね。そうですよ、はい、元気に暮らしましょう、はい、ここまでのお相手は辛坊治郎と増山さやかでした。また来週。